下行く人行く人下行く人はい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 、分かった分かった、ご飯食べて行こう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 。はいはい、行こう。すごい早いね。サベリちゃん、洗おうか。かわいい。七夕の願い事で、願い事メーカーっていうのがあるんですけど、それでベイちゃんの名前を入れたら、最近ベイちゃんすごい臭いんです。2週間の限界です。いや。そんな感じになると、子犬の時はそんなに臭くなかったのよ。加齢臭か。アイドルはいい匂いしないとね、なんでね、うわ、はい、はい、どうも、いい匂いだね。よし、ちょっと待ってよ、毛を絞ります。見て、この汁、汁じゃないか、うん、水気がすごい。はい、見て、よいしょ。はい、めいちゃん、わかった、ちょっとめいちゃん自然乾燥してもらいますね。ママちょっとシャワー浴びてくるわ。よいしょ。さあ、乾かすか。乾いとるね、もう。乾いちゃった。熱い。確認して、あ、前1ミリかけちゃったから6ミリね。暑いからね、もうそれこそ1ミリでもいいんじゃないかと思うけど、こまめに6ミリでいこう。夏もね、バリカンはいつでもかけれるからね。最初外でやろうかと思うぐらいだったけど、最近気がついたんですよ、後で掃除機かければいいなってね。掃除機かければいいじゃないかと。おもちゃい落ちるよ、めいちゃんね、落ちるで。もう、びっくりしたね、びっくりしたね、めいちゃん尻尾の先がなんか白くなってきたね、めいちゃん。それが可愛いね。自分のワンちゃんは尻尾の先が白くなってきちゃったりとか、口の周りが白くなってきちゃったとしても、それが可愛いと思えるから好きだよね。エベちゃん、どういう風になってもいいよ。パパはペットショップに返しに行くって言ってたね、白くなったら。そしたらママがもう一回迎えに行くでね。お顔を見せてください。えよいしょ、かわいいね、みーちゃん。これね。どう？お、だいぶ可愛くなってきた。ん？どれどれどれ。どれどれどれ。どうですか？めっちゃ可愛いじゃん。いいよ、みーちゃん。いい感じよ。ねえ、もう手はいいや。爪は明日にしよう。よいしょ。さあ、掃除機かけようか。
お風呂入れたんだけど。なんで入れたかわかる？牛乳したで。なんで？アイドルが臭かったらいかんでしょ。カレー臭のアイドル。言うと思った。ベリア臭いとか全然気にしてない。本当にかっこいい男っていうので、うん、そんなちっちゃいこといちいち気にしない。周りが迷惑。